盾と、サファリゾーンにも行きたいんやけれども、こっちのね、まだ行けてない部分のところにも行きたいんよね。この上やね。このお兄さん喋ったよな。あれ？あ、ここなんもないんか。でもさ、思った。これさ、これ。あ、なんか出た。出た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 、初めて出た。なんかあるぞやっぱ。もうちょっと下ね。お、あったー。オッケー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 、初めて出た。なるほどね、そんな風に出るんや。だってわざわざこんな沼地作らんもんな。せやんな。よし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 。ちょっと感動した今。よし、ここやね。で、よいしょ、スペシャルアップゲット。お、ナイスな感じのトレーナーを調べてみます。さようでございますか。なんかのようですか。星焼さん、ケイシだね。ヨンゲラ、よいしょ。オッケーだね。おお、いい子や。よっしゃ、よしよしよし、ポダック水浸し、水浸し、たくさん水を浴びて相手を水タイプにする。へえ、そんなあるんや。おもろ。なんかこういうのはこっちがいいかってですけどね。あー、でもそんなにか、追加効果なしとか。
調査結果としては強い、その一言です。大湿原に様々なポケモンが暮らしています。なぜならこの辺りは大昔海だったからです。なるほどね、みんないるね。今思ったけどあれやな、自転車降りてもええな。トサキント、トサキントじゃない、トキさん、トキさん、トサキント、何それ。あ、そこ新しいの出たね。バコの実ポケニモンに持たせると効果抜群の飛行技を受けた時に威力は弱まる。だ、トキさん、ポケモンの栄養ドリンク、ポケモンの一つの特防の基礎ポイントを上げる。安らぎの鈴、心地よい音色の鈴、持たせるとポケモンが心地よく仲良くなりやすくなる。あー、スボビに持たせよう、これ。塩水、スワメ返し、毒毒、ムキドサザ、サザメ、サザメ、サメキか、ザメ、虫のサザメキか、日本バレ、スペシャルアップ、ダーク、ハイパー、ネストボールか。よし。雨が降るとなんだかテンション高くなるの。パラソルのお姉さん、わかな？ごわごわ。ポケモン、新しいポケモンもゲットしたいところではあるんだが、かな、まだできてないな。ダメ、うん、傘を持ちながら戦うのって難しいわ。じゃあなぜそうした？パラソルのお姉さんのやろ。毎日雨だったら毎日傘をさせるのに。毎日雨はちょっとね、洗濯物が乾かないんで嫌です。ああ、なるほどね。よいしょ。ここポケモンおるの？おお、ミノモッチや。メスだ、メスだ、捕まえれるぞ。捕まえよう、投げよう。よっしゃ、オッケー、やったー。喜んでる。ミノムチのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ミノムッチ、ミノムシポケモン、タイプ虫、高さ 0.2、重さ 3.4。 草木のミノ、冷たい木枯らしを防ぐため木、小枝や落ち葉を材料にミノを作り体を、ラッキー。重い声が分かってないよね。少し休んでいくかい？あ、なんだろう、よくわかんないんだよな。
この光ってるキラキラは何なんだろう、それも分かってないんだよね。これあれだな、下に抜けていかんかったらダメだ。抜けていくか。あ、チェリンボいる、チェリンボいるよ。あ、びっくりした、誰？マー姫、こんにちは、こんにちは、マー姫です。地下の壁にはいろんなものが埋まってるの、たまにお宝も見つけるのよ。へえ、なんか掘れってこと？ちょっと掘り方知らん、うん、ひたすらでもこうやって楽しむのも一つの手なんだろうな。この数字ポコ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 上がってるじゃん、これさあれなんだよね、特に関係ないんだよね。リセ、あ、戻ったらねリセットされるから意味ないよね。こんにちは、リタロウです。だんだんハンマーとピッケルの扱いに慣れてきたよ。ほうほう、よう分からない。なんかこれをさやりながら雑談するのも楽しいんだろうな。早く終わらして雑談枠で使いたいな。びっくりした。こんにちは、信行さん。信行です。ポケモンを捕まえる、ここにしかいないポケモンもいるから頑張って。なるほど、確かにね、いるよね。こいつ溜まったらどうなるんだろうな。溜めたいな。なんかこれやってるとさ、なんだっけな、あのホラーゲームのなんか最近またアップグレーが来たやつで、一番初めのステージがお猿かなんかの、やつをひたすら逃げながら、猿かなんかに追っかけられるのを逃げながら、なんかね、リングみたいなのを、リングなんか、結晶みたいなのをひたすらね、集めるっていうゲームがあって、ホラーゲームね。あれに似てる。じゃあ私今日、あ、ミツハニーいる。ちょっとミツハニーにタックルしに行こう。あれ、あのミツハニーオスじゃっけ、メスじゃっけ。ミツハニーってね、頭の印でオスメスが変わるはず。こっちオスだっけ、メスじゃっけ。あ、メスだ、やっぱり。たー、レベル高。このね、頭のこの V サインあるやん、あれでオスメスが確か、オスはないんだったよな。ミツハニゲットしたいね。ブラタッケ、ポケモンしたことないから分かれないんだけどね。ポケモン楽しいっすよ。私ポケモン好きですよ。あ、捕まった。ミツハニのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ミツハニ、ハチノコポケモン、タイプ虫飛行、高さ 0.3m、 重さ 5.5kg、 3匹が1つになったポケモン。ビークイーンのためにせっせと、花の甘い蜜を運ぶ。やっぱビークイーンになるよね。メスの子が確かビークイーンになるんだよね。手術が、そう、オスに興味はありません。よしよしよし、あと3、さっきのとこダグトリーおらんから。はい、なんかおった。あと2。オスに興味はありますね。ダグちゃん、ダグちゃん、ダグちゃんいない、ダグちゃんいないじゃないのよ。そう、うん、さっきの道中何回も何回も、今なんかいた気がするけど見なかったことにしよう。何回も何回も動いちゃったらいないから。あと1、あと1、あと1、いない、いて、いない。
いない、くそ、角を狙い目、角を狙い目、角、くそ、いない、あと1だって、きた時間のいいことありそう。で、どうしんの。こんにちは、いいことあり、どういうこと、え、なにこれ、ハマったけど、え、それだけ、え、わかんねえ、やったけど、え、なにこれ、わかんないよ、貯めたのに、何に使うかわかんない、レインボーに光っただけなんだけど、なんか確変かなんかですか、大当たり確定ですか、これなんかあんのかな、だってさ、なんか別にあるわけじゃないし、え、マジ謎、ほいでほいで、本当に私がほいでほいで、どういうこと、私これよく分かってない、地下がよく分かってないね、まだ、え、分かんない、何するやつなのこれ、今日誰かいない、誰か教えて、誰もいねえ、誰も会わんよ、マジ分からん、どういうことな、はあ、頑張っちゃう、眠たいやんか、寝るよ私も、分からん、と山男のおっちゃんなんか教えてくれへんのかな、これどういう意味なん、ただレインボーになってからディグダに合わんくなったね、ディグダにも合わんけど人にも合わんのだが寂しい、トレーナー一切おらんくなった、どうして、私が、あ、びっくりした、なんだこれ、なんだこれ、ボタン、うわ、私言ってんのってめっちゃごく一部やん、あれ右上のなんか白いとこ行ってんぞ、私あと全然行けてないね、とりあえず左下が全部終わったことは分かった、まだ 何箇所、1箇所2箇所3箇所で、真ん中の1箇所で5箇所ぐらいまだ行ってない、なんかさ、これ見てたらあれみたい、あのプラモデルかなんかのこうパチンパチンするあるワッシャーやったっけ、ワッシャーのなんか外枠がワッシャーのやつで中枠をプチパチパチパチ切り抜くやつみたい、わかるかな、私の言ってる例え分かってくれるかな、プラモデルこの、ね、いや、え、マジ分からへん、どういうこと、グッドボタンずっと出てパッシュやし、もう分からん、もういいやん、もう上がったらもう終わるし、おや、ウパーの様子が、お、ヌオーだ、かわいい、おめでとう、ウポンはヌオーに進化した、かわいいな、ヌオーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます、ヌオー水をポケモン、タイプ水、地面、高さ 1.4m、 重さ 75kg、 のんびりとした性格、川底で口を開けて餌が飛び込んでくるのをひたすら待つ、あ、そうなんや、そういうタイプなんやね、ヌオーってヤドンとかとはあんまり変わらんタイプなんだね、じゃあ結構雨降ってた、結構なんだけど粘ったんだけどね、何も出ないんで次に行きましょうかね、よいしょよいしょ、ポケスタ、
まあ、捕まえれるんだったらポケモンも捕まえていきましょう。クイッククイック行ったり来たりクイックゴー。エリア4、エリア1に行きましょう。じゃあ、じゅる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 、すげえ。